おはようございます。3日目です。あのね、もう今日すごくいいお天気で、ここに観覧車がほら回ってるんですけど、逆光だからあんま見えないかもしれないんですけどね、この下にもなんかね、万葉温泉みたいなのがあったりとか、向こう側には船がねちょっといたりしてます。こうやって覗いてみようか。こういう風に覗くと船がね、船見える？また今日からね、明日からか、頑張っていこうかなと思っています、ね、今日もね、朝もビュッフェですっごいね食べまくってきたんですよ。いっぱい炭水化物出てきたので。何個食べた？パンね、甘いの3、4、5個、パン5個でも胃と腹がね、体重がね、ほんとね、約7キロ近くね落ちたんですけど、まあ多分2、3キロも太って戻って帰るので、またね元気を取り戻して頑張っていきますのでね。それから天気からビール飲んでいき。そうですね、あの地ビール、なんか横浜ビールっていうクラフトビールがあるみたいな、それを飲みに行ってこようかなと思います。じゃあ次レッツゴー。はい、この2つが今すごく人気ということで、今日はね、あのビールを飲んでみようかなと思います。一応ね、横浜のなんかラガーボトルっていう、これはピンビールみたいなんですけど、ボトルビールなんですけど、これもね、ちょっと後で飲んでみようかなと思います。ちょっとビール解禁です。あちらの方にすごいね、大きい方、ラージの方頼んだので、海外にハワイに行った時みたいですね。左がビットブルガーピルスっていうので、右がトゥーハーバイツェンっていう、このトゥーハーバイツェンの方が今人気があるってね、いうことでしたね。こんな感じで、はい、じゃあね、とりあえず3日目のお疲れさん会に、ビール会に、ビール会に、うまっ、うまっ、これうまっ、これもビールっぽいあ、これはラガーみたい、苦みがあって、うん、苦みがあるね、こっちよ、これはライゴと美味しい。ビールはあのダイエットを始めてからほとんど飲まないように気をつけてるんですけど、やっぱね、旅行行った時なんかはその土地の地ビールとかおすすめのビールとかね、やっぱり飲んでみたいなと思うので挑戦したんですけどね、ハワイぶりですね、多分ハワイぶりのこの大きさ、ね、ハワイで大体ラージを頼んだらこの大きさで飲んでたんだけど、1年ぶり、すごい美味しそう、それも、でもね、すごいガーリック自家製のですって、あ、ガーリックの香りがビールが進みます、うん、ビールに進んで、もうね、今日はシーバスでホテルから直行10分で来たので、
ここでもう夕方までまったりしちゃいたいなっていう気分です。はい、パパが、次おかわりしたのが496っていうね、ビールですね。ちょっと色がね、若干ね、濃いめの色になってます。これどんなのつら？なんていうの？軽いですか？クラフトビール。クラフトビールです。でも色がちょっとね、色っぽいもんね。そうでしょ、柑橘のやっぱり味が入ってるね。なんかちょっと伊勢でこういうのがね、大変みかん系の柑橘の味がちょっとしますね、4キロって。で続きましてね、これね、横浜ビール、さっきの気持ちがちょっと違うやつだけど、はい、こちらの方ビールのグラスがこれね、これハイボールですね。よいしょ、あー、こぼれる、色がね、綺麗、ちょっと濃いめです、これ、この色。これもね、柑橘系で、さっきパパが飲んだ 4kg、 これと同じような味わいですね。オレンジの柑橘の味が入っている。他によってみかんも取れるわけじゃないけど、飲みやすいです。あと全体が飲みやすいです、ね。はい、前菜の盛り合わせがね、来まして、すごい綺麗にね、あったかい、こっちの下の方は、これ、おいしそう、まあ、ゆっくりちょっとね、ビールと一緒に飲んでみたいと思います。続きましてね、これ、デイドリームっていうのね、パパがビールと飲んでました。なんかね、柚子とジンジャーとか、柚子の香りがする、山椒、うん、珍しい。ちょっとね、色をくすんでるっぽいだけど、パフとはちょっと違う。これが琥珀だよ、色が。ちょっとね、柚子とかの山椒が混ざってちょっと濁ってます。山椒が入ってるから、うなぎの味だと思います。珍しい山椒が入ってるビールですね。いろんなね、いろんなね、さっきから何回も温めしてるんですけど、緊張感がやっとほぐれて、これはスパーダーのソートビーチです。どっぷり疲れが出てます今。でも今回ね、実は若ちゃんから横浜行きの交通費とかね、あと美味しいものを旦那さんを食べてくださいってことね、先日の方をいただいて、こうやって美味しいものをいただいております。若ちゃん、いつもありがとうございます。かなりね、横浜で、ね、顔もすっぴんに戻ってきてるんですけど、まあ、あの美味しくビールをね、本当にすごい飲んだから10杯ぐらい飲んでるので、本当にありがとうございました。いいお話をしていただきました。またね、これからもよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございました。まだまだね、日が暮れるまで飲んでますので、一応中間で締めときました。酔っ払わないで。景色と、今、時間が4時ぐらいなんですけど、夜メニューになったので、ちょっとアヒージョ、
タとタコのアヒージョにバケットつけてみました。もうね、ここに来てから4時間ぐらい経ってるんですけど、すごいなんかロケーションが良すぎちゃって、ここからね、抜け出せません。何がついてるか、熱いかな？イカちゃん。うん、うん、イカ生だから美味しい、うん、美味しいね、タコちゃんね、本当にタコ、スズコみたいなタコがいます、うん、ゲットのパン結構硬い、硬い、あと熊熱いよ、気をつけないと、マジで美味しい、うん、美味しい、はい、もう5時を回りまして、大パックが始まりました。で、あっちの方に海の方が豪華客船に今夜が近くなりました。5時間以上はい、もうね、日が暮れてね、観覧車もね、ライトアップして、もうこの一杯で今日最後のカクテル、これ湘南ゴールドのね、あのカクテルみたいなんですけど、そうだ、夜景も見せながらこんな感じです。じゃあ、はい、絶対ね、赤ちゃんありがとうございます。ごちそうさまでした。ストローで飲んだら酔っ払っちゃいそう。めっちゃ美味しい、これめっちゃ美味しいです、カクテル。ゆっくりとね、飲みますね。この動画ね、少しでも、あの幸せそうと思っていただけたら、いいねボタンを押し、またチャンネル登録の方に旅行とか行きますのでね、楽しんでください。ありがとうございました。はい、ちょっとおまけちゃんで今1階に降りてきて、あんこのとカレーパンがあったので、ちょっとね、最後に締めたいと思います。私はジンドリックです。揚げたてなの、これ揚げます。あと、あんことカレーうまい、パンもうまっ、柔らかい、最後は甘いものでしょうか。こんな感じでここに泊まった、パパに泊まった、ね、もう最後の感傷に浸って、地元に戻ります。